どうもおはようからこんばんは、とのでござる。太閤立志伝5デラックス武田信虎編、続きをやっていきましょう。さてさて、もう1557年となりました。状況としてはね、もう進まないんですよ。小谷城がね、落とせなくて、7500でもね、もう繰り返し、兵力マックスの朝倉さんの援軍が来て、こっちも、二回で実は破ったんですよ。この兵力でね、私が頑張ってね、大将を狙ってね、やったんですがね、拉致が開かないんで、今回にて、六角家の軍事顧問、やめようと思います。いやーね、本当は六角家で頑張りたかったよ。でもね、拉致が開かない。だからね、実は5話分ね、溜め撮りしていたんですよ。もしかしたら5話目はもうカットして今回のを5話目にしているかもしれない。まあそうなった時用で、あんま思い出せんが説明しておくと、札でね、細川さんの指示で威風堂々入手しまして、これで、同じ陛下の敵が隣接していると自分のところに引き込むことができるんで、相手の兵力を減らしつつこっちも回復できるっていうね、素晴らしいねカードをね入手して、これのおかげでね、二度にわたる朝倉の援軍とかを破ったりはしていたんですが、他の面々が、まあ、頼りないというかね持たなかったんでね、家臣に関してはいろんな武将をね、もう加えてあげたんですよ。もう十分でしょ。こんなに増やしたし、ね、この織田家の生き残りとかね、あれこれやって、私の配下はね、もう林さんのみなんで、とまあそこまで来たんで、出奔いたします。いや、出奔する前に、出奔先としてはね、やはりあの方のところに行こうと思ってね、ことちゃんごめんね、武将まで来たのに。まあ、どこまでもついてきてくれるって言っているからな。武将としての給料を得るんだったら、8月に辞めた方がいいな。で、その先といたしましては、元々の駿河にいたこともありますし、まあ私が去ってからですけれども、孫のね、嫁さんの実家先である吉本のところね。吉本をね、今川家を強くしちゃうっていうのはね、そこはね、悔やまれるところはありますが、辻斬りができる。まあでもね、それはね、私が城主になって謀反して潰せばいいだけのことですからね。会ってくれないんですか？一応、縁戚関係ですよ。わしが去った後だから関係ないかもしれんが、孫のね、孫の嫁、吉本あなたの娘ですよ。へえ、こんなに頑張ったのに六角形の腹つまみ者とか言われているんですか？いやもうまず取り入るために、まずはこれあげます。ほら、喜んでくれた。よしよし。芸術品が好きですから、あとは、ちょいちょいね、贈り物をやって、で、新たな仕官先。侍大将からのね、スタートになると思うが、勲功半分だから。今ね、1760まで来ています。家老まで行くとね、信虎の寿命もありますからね。74年ですし、早いうちに今川に鞍替えして安泰したところで、城主になると。もっと安くできんじゃろうか。それを選べばいいんですね。承知。じゃあ次これ。これも交渉。またこいつ、またこいつ値切りに来たなって、千の総益さん思われてそうだ。よし。ちみちみ値切って、
じゃあ次これ、私の元でももうないですもんね。けど価値5以上、あーそれか、そっちか。よし、なんとか100巻残った。あとは8月になって給料をいただくと。バイトもしとこうか。いや本当はね、もう六角形で頑張りたかったっていう思いはあるんですがね、初手アザイ攻めはダメだったわ。援軍ないとこでね、攻めないと、朝倉さんがね、アッコ兵力5万ですし、そこでガンガン送ってくるのもあるんですよ。それをね、うまく制することができなければ、織田には落とせれない。よし、打ちく面白そうだ。よしうじくん、あんた一体何したんだ。本当落ちぶれてるよな。そもそも、いない。ねえ、いないな。うわ、よしうじくん探さないといけない。どこにいる？東海道を歩いている人とか、パパッと見つけれればいいんですよね。ストップ。Who are you?伊達さん。この辺だよな。浪人多いな。家臣孤児。これは内藤さん。怪しいのはこの浪人ですね。そうこうしているうちにね、8月になるな。これ違うな。おお、太田宇治助か。助政の子。ふん、面白そうだ。ならば小粒金ぐらいやろう。なに？小粒金だぞ。なんてやろうだ。これは酒井忠次。いや、あいつどこまで行くかな。あ、これもハテナ。いた！会場で出会った。お、力ずくでもいいんだぞ。船の上ですからもう逃げ場ないですしね。お互いね、やりだし。そりゃ！ついでに、君の剣もいただくことができればいいのにな。じゃ、今浜。他の仕事は輸送と、弘前は遠いわ。28日ね。先にもう一回吉本さんのところに行きましょうか。まだね、鼻つまみものと言われていても六角形ですもんね。まだこうして会ってくれるでしょうし。じゃあ次は、これ。1.5 か。おや、太田殿。もうわしには無用の長物の消耗期。これも喜ばない。さてと、じゃあ、出奔いたしましょう。今までお世話になりました。そうね、この会に帰るという野望がありますから。いや、だって私腹つまみ者とか言われていたんでしょ。いや、嫌な噂もありますから、ここは私が離れることによって、より六角形の家臣団の結束になればね。二度目の追放。あ、林。敬語に変わっているな。長くなりまするが。しかし、ながら。あ、林。
その気持ち、ありがたく受け取っておく。そうだな、すまんな。どこまでもついてきてくれるって言ったからね。ああ、いい人。ことちゃん。目方の方に行くんですね。さて、浪人になりました。第1話に戻ったような。で、こっから、今川義元の信頼度を上げていかないといけないんですよね。あ、ついでにじゃあお届けして。清須。城じゃねえわ。城だったわ。こっそり。多分、堂々と言ってもよかったような気が。柴さん懐かしいな。え、二階堂編私過去リステン5やった時って柴さんだったよね。吉宗が死ぬのを待って私が大名になったんだよな、確か。で、吉本の方に仕官するには、まだね、どうした?おやおや、こんなところで駿府城の真ん前で、酒に逃げる。そうだな、もう酒飲んだら大丈夫かもしれん。吉藤くんいない?いないな。酒場に行ったらイベント継続か?力不足実感。あら。竹千代、もう見た目変わったんだ。竹千代もね、こうして、その辺の町のね、酒場に入り浸るというか、人質にしては案外フットワーク軽いな。前の。菅沼。うん、小田原過ぎたってことは吉地くんじゃないな。羽賀さん。関東の方もなかなか浪人多いな。太田宇治助もいましたしね。今川に仕官して侍大将で、そっからもうガンガン出世していって、長さ的に尺的にな、ちょっと心配だな。まあだからこそ、こうして今のうちに六角を去らなければ、ほんと取り返しがつかないことになりますね。林さんいるわ。おっと、で、自宅に戻って。いや、ついさっきまで武将格でいい部屋に住んでいたのにね。今の40巻はあれか、退職金か。永田先生で。いや、吉藤君いたらね、襲撃してやろうかなって。まあ、あとは浪人系見て、今川に仕官。え、嘘だろ嘘だろ、なんでいるんだ。え、何?あ、武田だ。息子をそんなところまで行っていたのか。三月か、あいつ入れるのもありだな。ちょっと待てよ。姉が浩二さんの好みをちょいと手元の攻略本で、あで出るかな。あ、吉祥寺くんのページがある。83年まで生きるのか。あ、姉浩二ね。姉浩二の項目であった。彼も芸術品が好きともなると、茶席でいけそうな気がするな。待て、松倉。松倉ウコン。ほんとだ、親子ともどもいる。よしよし。え、じゃあ、義綱の方は
親父さんもね、今回初登場ですし。ほうほうほう。悪くないな。まあどうせ次の月切り替わって、士官でいないかもしれます。いったー。しかもハートに、来訪感謝されている。ね、林さん加えて、ただでくれた。じゃあ、頼綱いいなぁ。信長の野望とは、あの、笑顔の頼綱。じゃあ、駿府キャッスル。こっそりキャッスル。嘘。いや、まあ、信頼度は上がりますし。切磋。座席喜んでくれるのいいですね。元気になった？じゃあ贈り物。ハートにどうだろう。よし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 。はは、これからは記念のため精一杯働きます。あ、はい。次11月でしょ。なんか、信虎って呼び捨てにされているが、一応ね、あなたの娘ね、武田に嫁いでいるんですよ。で、林ここの神を呼び戻さねば。あれ林、林さん、おかしいな。で、仕官するつもりないとか言っておきながら、あいつ林何、ここのシーンとか言っていた、ついさっきの私がバカみたいじゃないか。な、ただなお。懐かしいな、お前もな。鉄砲のエキスパートになって。林さん、おかしいな。じゃあもう、ね、ミツキーから、初の、今川時代としての初の家臣として加えるしかないな。勧誘。よし。親父はいいわ。親父はいいわ。で、まだ浪人いますよね。島津忠直、永田先生、はてな。今川に仕官したものの、次の表情の11月まで時間はありますから。林さん、やっぱ、あいつダメだな。まあ、林さんはね、織田宇治春編のクライマックスで活躍というかね、戦いましたし。よかった。もっといはずは、ライバル的なものじゃない。切磋から教わるのもありか。なんか、三河節持っているヨシミで仲良くならないんですかね。あ、コロクさんもいる。もう、めちゃくちゃ言われてるな。厄介者とかね。もう、ボロカスに言われている。いろんなパターンあるね。今回、食わせ物もあるんだ。長秀は、いいやつだな。岡部がライバルな。岡部さん、太鼓立志伝2のね、天城相馬編で、私とっての彼こそ孤高のシーンだったもんな。そんな彼は、今回私のライバル。まあ、お前から学ぶものはないわ。一応、茶席しとこ。こいつらもう茶席喜ばない。あ、渡辺は良かったわ。この2名はダメだな。ハートは2。こうなった瞬間も喜んでくれないとかね。で、次の家臣を、
キオスいいのいましたっけ。林さんこっちに帰ってきているわけでもないし、味方にいたら味方のまんまで、でそこ、でそこからもう消えてるってことはどっかに仕官したってことだよな。おだけはな、なんか見知ったの多いしな。林さんみたいになんか面白い人だったらいいし、森田は侍にならない。ちょっと行ってみよう観音寺。あ、林さんはいないね。ここで林いたらビビるわ。お前って切るぞ。また知らぬ浪人。誰だ。あ、徳川系か。織田家滅んちまっているからな。織田家が滅んだ以上、こういう徳川系の浪人って入ればいいよな。めっちゃいる。あら、鳥居忠義はカード持っていない。嘘、嘘だろ。嘘だろ。はいや。半蔵とか加えるの面白いし、茶席喜ぶ。いけるかな？ダメか。いや、そもそも半蔵だからダメというのもありますから。正信。ですね。徳川系はダメだな。いざという時は正信ですから、何か教わることはできるだろう。ともなると他の浪人って、太田さんいないよね。うん、どっか仕官したか。そういえば今の今川家の方針というのは、領土守備。まあ、勢力広げないんだったら助かるわ。じゃあ、あと寝る。58年にもなれば新たな呪いも出てくるでしょ。お、節祭。小牧山か。大事なところですね。まあ治安向上だな。岡部にできる？リシデン2時代はほんとね、もう突き従ってくれたいいやつだったのに、今回敵に回るとはね。じゃあ説法いたしましょう。なに？本当そう思っているかな。食わせ物とかなんかね、もういろいろボコボコに風評被害。86。56のカードはイベントでもらうとしまして、いるのか氏真。関口、忙しいじゃないだろ、お前。仕事与えられなかったんだろ。軍資金はめっちゃありますね。で、節祭はもう去ってしまいましたと。いや、いるんか、家康。なんか教えて。悪くはない。上の方はだいぶ消せれるな。
こう行って11も行けると、でこう行ってのこうでしょ、でこっち、あーこの2消しておけばよかったな。だったらまずこう行ってので行けば2が行けて4か、ここの4か。いや、まず1行こう。で、4がこう行って、のこ。2も行けます。3も行ける。で、ここの3も行けて、こうなればこっちの4を消した方がいい。コントローラーね、ついにプロコンに変えましてね、いいですね。快適だわ。軍学4。すまんな。関口ぐらいはすぐカードくれそうだな。ほら。氏真は、何、カードは、蹴鞠あればくれそうかな。うん。で、我が家臣の頼綱は、能力はね、まあまあいいわ。87年だからわしよりも長生きですし、医術が2か。基礎スペは悪くない。なに？大きいな？え、なに？なんか嫌な勧誘みたいな。なに？ことちゃん、なんか変なジジイ来てたよ。ああいうのはね、追い返すか殺すかしないと。で、12月ね。あら、クルリで戦っているな、里見。いや、ああ、里見のところに北条と武田の援軍。成田さんが勝浦か。ってことは、里見か。今回で防衛できるとは思えんから、ちょっとそこの浪人も視野に入れるか。客？またか！ただ笑うだけのジージー。別にかよ。いや、ここを追い出したら、イベント的にな。ロールプレイするんだったら追い出すんだけど。あ、変なじいさんに絡まれたな。いや、わしが眠っている間にまさかコトさんとじいさんが。なんかよそよそしいなこと。まさかジジイと。イベントの続きはないな。怪しいな。あ、ストップ。クリスマスイブ。まだ滅びた傷も癒えぬままに生き去らずに行って。あ、まあ、この辺はな、吉弘はな、織田、宇治春編で使ったし、吉織はあんまりかな。ハート1個か。手持ちがなくなる。ちょっと、一旦帰ろう。吉弘ね、かなりね、織田宇治春編で使いましたし、弟の方は、そんな使ってなかったか、加えてなかったか。あ、どうした？
目利きの力でも鍛えてみるかで終わると。腹長よりなんで。ほうほうほう、ほんとそういう系ばっかりだな。まあ攻めないよりかはね、マシっちゃマシか。領土広げないよりかは内政とかそういうのに勤しんでくれる方がまだ勲功は稼ぎやすい、稼ぎやすいし、その今川家の勢力拡大は抑えることができると。加えるだけ加えておこう。わしの元で里見再興せぬか。まあゆくゆく裏切るがな。治安向上で力を見せつける的なものをやったのと効果的にはどう違うんでしょうね。武芸2だもんな。2の段階でそれはやりたくないな。勢力図。ああ、斎藤と敵対してて、武田と、北条はもう絶好調だな。まだ説法する方が楽。6か、ダメだな。武勇上げた方がいいかな。槍とかもやっているし、まあ他に育てるね、能力もありますから。40。もう手取りはゼロですよ。おお、すまんな。なに、座ってわしのご機嫌を取ろうとしている？なんか柴田の名前出てきたな。まあ、まずは、氏真のところに行って、茶席。価値2以上。酒、あ、10ももらったんだ。お酒でどうですか？いやいや、腐る、やめとけ、飲め飲め飲め。そんなお酒ですよ。賞味期限あるもの、松代の宝とか。よしよし、プロコンに変わったことによって、こうサクサクっとね。本来の私の建築の力を発揮できると。これはいけそうだな。いいわ、快適。文句ないんだったらスキル上げてくれ。力不足。ほう。砥石への援軍？まあ何も言わないでおこう。ほうほう、わしも加えてくださると。いいですな。元康くんに任せると。このまま駿府襲う？
ということは、砥石、上杉か。供養と思いの紋章。もしくは旗印。あ、長尾影虎本人が来る。おや、元康殿も向かうと。そして忍びも援軍もいる。こっちは14,000。これは六角家軍事顧問としての力を見せつけねばな。いや、元軍事顧問か。信玄の部隊が一回引いているんですよ。これはあれか、一度敗れているか、甘かす影持ち。畜生100に残ったか、勲功取られるな。うお、甘かすはわし狙うから、他のやつね。よしよし、いいぞいいぞ。ほりゃ、元康牙であいつ やられはしないだろうか。大丈夫か、集中攻撃を受けている。元康は守らんとな。強行突破もあるが、威風堂々は使えないんですよね。では弓乱射、いなかったか。元康をなんとか持たせて、わしが長尾影虎を討ち取ると。まだ威風堂々はダメだ。史実通りで言ったらね、足利家士官でも、まあ、それはね、吉輝編で足利家プレイはしたからな、そこは避ける。突撃、威風堂々。苦しゅうない。忍びが鬱陶しいな。勲功は稼がねばならんからな。よし。元康持ってくれよ。お、道を開けたか、村上。長尾影虎、いざ勝負。ちょ、も、元康元康、剣士でもしろ、もしくは引け。長尾さん動かないですね。実家にぶち当たら危ない、ぶち当たったら危ないかな。よし、忍びは抑えられているから、今のうちにわしがこの越後の竜を討ち取る。元康くん兵力3桁。義方様みたいにね、加護とかあれば特技エージ回復とかできるんですが、持ってはいないよな。ちょっ毘沙門天か、ここで。兵力少なくなってきたら突っ込んでくる。引くという選択肢はお前にはないのか。忍びが残っているからか。よしよし、持て持て。ちょっと、こいつはわしが倒す。兵少なくなってきたらわしの砂に突っ込んできよったわ。よし、素晴らしい活躍でしょう。ほらほら、198。やれやれ、よかった。戦の方が
経過する日数少ないですし、ことさわし大活躍じゃったぞ。ちょっと浮気疑惑が残っている。で、今のうちに、もてやすくん建築よ。来訪感謝いたす。もうそらさっきの戦ね、大活躍でしたし。どうせなら軍学行くか。特に何も考えずに押してしまった。あ、三三、ああ、よかった、いけるか。ふむ。まず横で連なっているのから行こうか。で、お次は、ここ行きますか。よし、で一が行けると。この二消したいな。遠いなに。ほ、まだいけると。あ、四ね。よかった。で、この二がいけた。あと20秒。ああ、いけた。よかった、よかった。これで軍学系は全部かな。神速、神速 4！ え、あれ4でもらえるの？